私たち統計数理研究所、略して統数研は1944年に文部省の直轄として設立されました。統計数理の分野で先駆的な役割を果たし、新しい情報処理技術の開発にも取り組んできました。不確実性が高く動的な現象への理解を深め、それに基づいた最適な意思決定の研究を進めています。私たちは実世界の複雑な現象を理解し解明するための統計数理に焦点を当てています。人間はデータから本質的な情報を抽出し、それをもとに予測や制御を可能とする有用な知識を獲得します。それが最適なオペレーションにつながります。この理論や方法を横断的に研究することで、ロボティクスのような統計的に求めた最適意思決定による自動化されたオペレーションに応用できます。統計数理はデータに基づいて新しい科学を創出する方法です。データの生成、分析、そして集団に対する推論や因果関係の理解が私たちの研究の核心です。データを通じて科学の新たな地平を開き、多様な分野に貢献しています。私たちは総合研究大学院大学の統計科学コースの基盤機関として、実社会の情報や知識の抽出に必要なデータ収集、モデリング、推論、予測の技術に関する教育研究活動を行っています。私たちの目的は、複雑な課題を解決できる創造性豊かな人材を育成することです。統計学の応用は社会の変化とともに進化していますが、統数研が追求する基本的な考え方や方法論は変わりません。私たちは多様な分野の知識を統合し、新たな発見を促進するために横断的な研究を続けています。統数研はこれからも社会や学術界のニーズに応えながら、教育と研究の活動を推進していきます。